過剰に原子力発電を恐れていたりとか、悪者にしちゃってる。だからこそこんだけ電力高騰が起きてしまったわけですよね。ほんと反省してほしいですよ、皆さんは。もうちょっと原子力のことも学び、原子力がどれだけ危険なのか安全なのか、こういったところを学び、それで判断をしようと。少なくとも電力料金ここまで、原子力発電所はこんなに閉鎖されてなければ上がることはなかったと思います。ということで、暖房代はあんまりケチらないでください。ということで、行ってらっしゃい。